ぴょん。うん。はい。こっからね。上上げちゃおうね。なぜ記憶できない。ほら。ちょっと待てよ。写真になってるじゃん。ダメでしょ。写真にした覚えないんだけどね。本日はフルハイのみです。風向きはこっち。こっち、こっちからこっち、こっち向いて、トロコちゃんちょいと変化しております。紐が邪魔が、スティックをつけないでビス、これプラスチックのビス、ちょうどいいの買ってきまして、つけました。こんなもんかな。行ってみようか。離陸ホームポイントが更新されました。少し雲が出てくると画面がよく見えるようになってくる。炎天下だともうほとんどこいつが見えない状態で、もうこの辺かな、この辺かなって思う。ボタンが変化してても分かんなくてさ、またもやここにぶら下げモードでやってます。ぶら下げモード、今日はねこれとこれ TF カードを新しいのにしまして、いや前に撮った時にねどうもギクシャクギクシャクしてたんだよね。だからスピードが遅かったんじゃないかと思うんだ。なのでスピードの速いやつ買いまして、で今テストしてます。これも今じゃ分かんないから、この状態だとわからないから、家に帰って編集して初めてわかる。おーおーおお、風に揺られてます。見える？あ、ばばば。おっと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 、左に流れたぞ。頑張ってるね。とりあえず周り回してみましょうか。あら、ゴー。涼しくなってきた。ここすごいブッシュなんだよね。すっごい中国の人が騒いでおります。もう少し暗くなるまでいれば綺麗な夕日が撮れるかもしれないね。はい、ストップ。逆光やん、逆光。
はい、それでよろしい。なんか取ろうか。なんか取ろうか。さんだとどうだ、かかっちゃうかな、木にぶつかっちゃうかな、ぐーって、もうちょい前おいで、あ、ちょっとぬかるんでた、やべやべ、ここちょっとやべ、あまり動かない方がいいや、ブッシュの中がぬかるんでた、だから人がいねえんだ、サークルだとなぜ止まった近すぎたか、近すぎたか、君ちょっと下げる、下げて上げる、これぐらいで行こうか、これぐらいで行けばいいか、反対の、はいはい、いってらっしゃい、ちょいちょい、あら、あ、ダメか、ほい、はい、どうぞ、3、2、1、どうぞ、カメラこっちだったね、何言ってるかわかんないけどさ、
あ、そっか、これ一周で終わりだっけ。なんだ、結構かな、一周で終わりだね。さて、どっちだ、こっちか、こっちか、こっちか。障害物になっちゃうんだね。だから離れないですね。それぐらい離れれば大丈夫です。多分ね。これ。ほら。大体これで3メートルぐらいかな。2メートルぐらいで引かれちゃうと障害物になっちゃうんですよ。アステロイド、行け。
高度が低すぎたね。高度が低すぎました。もう少し上げないとダメ。60、80、75。こんなもんでいきますか。踊っておいで。もう一回アストロイド決めるか。3、2、1。わかる？これ写真撮ってんだよね。あれ？あ、撮ってた撮ってた。結構の高さまで行ってるよ。あ、でも50m だ。50m ぐらいだとよく見えるね。これ確か150ぐらいまで見えるんだよ。カメラ撮ってる。パチ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 。終わるとどうなんだろう。処理しながら降りてくるのかな。終わったよーってほら降りてくる。上空も風があるから多少こう違うところに降りてきてる。お前そんな資格なかったろ。もう少しこっちだったよな。まあいいや。ほら、こんなずれてる。こんなずれちゃってる。これぐらいできました。じゃ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 。一旦。着陸。もう完璧に着陸キャッチできるようになりました。Thank you.